ランナーがスタート。これ盗塁は失敗です。スタートを切っていた辰巳ですけれども、このセカンドタッチアウトになりました。ランナーがスタート。いい球を送られて、スタートを切りました。さあ、そして森の肩はどうだ。タッチはアウトになりました。中で空振りの三振。ランナーはスタート切って、タッチはどうか。判定はアウト。三振が通りになりました。見事なバッテリーのコンビネーションです。ランナースタート切る。キャッチャー二塁送球、おお、セーフです。森が盗塁です。森が走ってきました。最後ちょっと避けようとはしましたが、どうでしょう、アウトと。中島監督もいじってましたよという。ランナー走って空振り、二塁に送る。完全にタッチアウト。これがあるんですよ ね、まあ、そうですね。思い切った作戦かもしれないですけども、リスクは高いかなという感じがしますね。ランナースタートを切っている。今度は宇佐美の肩はどうだ。タッチはアウトになった。ランナーがスタート。いい送球だ。素晴らしい送球がセカンドに送られました。ランナースタートを切って、セカンド送球、いいボール1球。ツーボールツーストライク、三振。ランナースタート、二塁アウト。低めの球空振り。そしてランナースタートを切っていて、三塁タッチアウトです。またスタート、いい球が行きました。盗塁失敗。ランナースタートを切っています。清水の肩はどうだ。これはいいぞ。アウトになりました。さあ、去年の盗塁王、周東の盗塁王。ランナースタートを切っている。氷盗塁はどうだ。アウトになりました。ランナースタートを切って、タッチアウト。スタート、かなり速いスタートを切ったが、ショートどうだ。タッチはアウトになりました。ここインサイド。ランナースタート切る。タッチはアウト。ランナー走って、タイガー二塁に送る。タッチはアウトになりました。でしょう。このアングルからどうでしょうか。さあ、ここは判定変わりません。アウトです。盗塁、ランナーはちょっと飛び出していました。さあ、これで2、3塁間に小郷を挟んで、タッチアウトになりました。3アウト。ランナーがスタートを切った。いい送球を送られた。駒の木の高さを切ってきましたけども、太田が刺しました。いや、大きいですね、はい、このアウトは。どれぐらいの数字か。ランナースタート。さあ、森が、ここはもう滝沼は強肩です。一塁ランナースタートを切った。いいスタートだ。どうだ。セカンドタッチアウト。7球目三振でキャッチャー2塁に送って、タッチはアウト。三振ゲッツ。ここは頓宮がランナー今宮を刺しています。ランナー下、2塁送球はどうか。アウトです。ここは甲斐が熊代を刺しました。茂木がスタートを切っています。茂木は盗塁タッチアウトになりました。ランナー佐藤来た。セカンド送球はタッチアウト。飛び出したスタート切ってきます。空振り三振。セカンド送球、イモリッター。タッチはアウト。三振ゲッツ。ランナースタート三振。イモラタッチアウト。ランナー走ってストライクで、セカンドはアウトになって、ランナー走って空振り、キャッチャー二塁送って、タッチはこれはいい。アウト。落としてきます。ランナーここでスタートを切りました。山口タッチはアウト。スタート来た。速いボールでセカンド送球どうだ。アウト。これ失敗。一塁ランナーここでスタート。バッターは空振り、としてタッチアウトになります。ランナーがスタート、アウトです。パリーグで一番数の多い盗塁数だ。どうだ。これはアウト。ランナー走って、イボリタ三振ゲッツー。ツーアウト。ランナースタートを切って、盗塁はこれはいいボールが行きました。アウトになっています。今シーズン初めてスタートを切った宗でしたが、清水の見事な。ランナーがスタートを切って、いい球送られた。ここはキャッチャー。ランナーがスタート、空振り三振。いや、岡島盗塁失敗。三振でセカンドは盗塁はタッチアウト。三振ゲッツーです。次は2球目。
ランナースタート、二塁送球、今度はタッチ、いいボールが行きました。今度は頓宮が刺しました。さあスタート切っていきました。さあ盗塁はどうだ、ヘッドスライディングはタッチアウトになりました。次は盗塁失敗、一塁上、ランナースタートを切っている、宇佐美のセカンド送球、今度はどうだ、タッチアウトになりました。ここでスタート、いい球を送られて磯又のこのスタート、盗塁刺しました。ランナーにもね、ここから走ってきました、アウトです。ランナースタート、二塁送球、タッチできたかどうか、判定はアウト。エチェバリアよくタッチしました。真っ白になってる状態だと思うんですよね、はい、これはセカンドはタッチアウト。スタート来た、ストライクで三塁はタッチアウトです。今は外要求、ランナースタートを切っています。上林盗塁、タッチはタッチはアウトになった。ボール2となった、ランナースタート、太田二塁はどうだ、タッチアウトです。スタート、早速走った、森井優送球、セーフ。アウト、ここはスタート、タッチアウトです。ここは刺しました、柿沼、ね、二塁送球、これはタッチして、アウト。あと来た、タイガー二塁送球、アウトです。の成長、ランナースタートを切って盗塁、これはタッチアウトになりました。石川亮が出ます。ランナーがスタート、いい球を送られて、キャッチャーの低めでランナー、これスタートは三塁はアウトです。一塁ランナースタートを切った、佐藤が投げる、今度はどうだ、またセーフ。そして井口監督がリクエスト、2つ盗塁を決めていた若林ですが、これはまあ分かりやすいですね。これはもうこれはアウトですね、はい、判定アウトになりました。ランナースタートを切っている、タッチはアウト。ランナーがスタートしました、甲斐がセカンドへ投じて、タッチアウトになりました。ランナースタートを切っています。牧の盗塁は、これはタッチアウトになりました。ランナーがスタートを切って、タッチはアウトです。いきなりスタートを切った、森が投げる、アウト。ランナースタートを切った、一塁、二塁はどうだ、二塁アウト、二塁タッチアウトです。またキャッチャーの佐藤がアウトにしました。スタートを切りますが、警戒していたオリックスバッテリー、ランナースタート、ボールは下位から二塁へ、これは素晴らしいボールが行きました。ベースカバーには今宮が入っています。助けましたよね、はい、もう用意してましたから ね、投げる。ランナースタートを切ってきました、セカンド送球、タッチはアウトになりました。スタート来た、いい送球だ。スタートを切った、セカンド送球、いいボールいってるぞ、タッチはアウト。ランナースタート、送球、おっと、それたがタッチアウトだ。ランナー走って、いいボールいった、これはタッチはアウトです。3球目、ランナー走って、二塁にいいボールいった、タッチは盗塁失敗、アウト。ここは甲斐が刺しました。エンドランできたんですね、ですね、はい、本当今はね、ワンバンで難しい、ね、はい、ボールだったんですけどね、基本にとってはね、思い出の球場です。どうだ、これはタッチは、タッチはアウトになりました。ナイス送球。さあランナースタートを切って、盗塁、どうだ、今度はタッチアウトになりましたか。これリクエストないかな。ランナースタートを切ってます、セカンドのタッチはアウト。タッチじゃなかったはずですから、ランナースタートを切っている佐野光大はタッチアウト。っていうことないですからね。さあでランナースタート切って、石井和成、盗塁はアウトになりました。外側ランナースタート、タッチはアウトになりました。三振ゲッツー。ランナースタートウエストして、タッチはどうか、判定はアウトの判定。ランナーがスタート、空振り三振、そしてランナーがスタート、ここは通り、これでしょう。
定というかランナースタートです。パイネー、これは悠々タッチアウトです。ランナー走って三塁送る、これタッチはアウト。ライトフライに移りましたが、ランナースタートする、いい球がセカンドへ、高谷の肩です。ーボールは外側、三振、ランナースタート切って三振、ダブルプレー、一塁ランナースタート、セカンド送球、三塁ランナーそのままアウト。ランナーがスタート、いい球を送られてタッチアウトです。ここで動かしてきましたけれども、はい、ランナーがスタート、タッチはこれはアウトです。さあここはもっとランナー飛び出している、そしてタッチはアウト、ランナースタートした、カイキャノン、どうだどうだ、アウトになりました。ランナースタートを切って、これはどうだ、タッチはアウトになりました。ランナースタート、セカンド送球はアウト、インサイドランナースタートを切って森からセカンドはアウト、トレーシュ走ってきた、二塁送球、タッチはアウトなんて、でランナースタートを切って、タッチはこれはアウトになりました。キャッチャー返し外、ランナースタート、空振りでタッチはアウト、スタートを切ってきました、切ってきました、宇佐美の送球、これはどうだ、いいところ行ったぞ、タッチアウトになった、宇佐美ナイスロー、こうなってくると思います。ランナーがスタート、いい球を送られてスタート切る、キャッチャーに送球、タッチアウトか、アウトです。かなりね膝痛めました。ランナースタート、三森が走ってヘッドスライディングがアウトです。佐藤もいい球投げましたね、はい、それこそキャノンと言われるね、まあ、もともとドラゴンズっていうかね、はい、はい、いい方してましたね、まあ、ドラゴンズランナースタートを切る、アウト、ランナー走って、いいボール行ってタッチアウト、森通り、さあランナースタートを切って石川遼の送球、これは、いい送球いってアウトになりました。石川遼の見事な送球、さあこれで伊藤ね、伊藤もね、ありがとうばかりのジェスチャー見せています。ランナースタート、初球からスタートを切ってきましたけども、7球目、空振り三振、セカンドタッチはアウトになりました。一塁ランナースタートを切った、田村が投げる、タッチアウト、一塁ランナースタートを切った、伏見が投げる、セカンドタッチアウト、ランナースタート、タッチはアウト、甲斐が刺しました、フォアボールで出たこの茂木がスタート。